事でお疲れのところをわざわざお家へ帰らずにこちらまで回っていただきまして本当にありがとうございます。中には昼間は仕事は全然ないというような方も幾たりかはお見えのようでございますが、いずれにしてもわざわざおいでで、そりゃそうですよね、ここはお宅じゃないんですから、わざわざ来ていただいたわけでございます。本当にありがとうございます。よくこの道楽なんてことを言いますが、あんまり今道楽ってことは使わないですね。趣味なんてことを言いますが、趣味も道楽も同じなんですね。だから趣味ってそういうもんですよ。自分がやってみて面白いんだ。やったことのない人にとっちゃ面白くもなんともないの。それが趣味ですよ。あんなバカなことやってなんて思ったってね、そういうその気になったからね、自分がね、バカな、ぐって、すぐに言われるんですよ。私なんか随分言われてますよ。私はやりすぎだ、少しね。それもありますけれども。でもね、やってみるってと、面白いもんですよ。だから、やっぱり人が趣味にするんでしょうね。今流行ってるものは何ですかね。何が流行ってたんですかね。趣味。この頃趣味だかなんだかわけのわかんないのありますからね。電車の中で、他の方のご迷惑になりますから、携帯電話はご遠慮くださいなんていうの、平気で携帯電話出しやがって、この野郎、引っ叩いてやろうかなと思って、そいつはかけんじゃないんでね。目の前持ってって、こんなんなって、こんなんなって。親指の運動してやるんですよ。それ一人じゃないんですよ。向かい合ってやったりなんかしてるんですよ。向かい合ってやってるったって向かい合ってる同士は何の関係もないんですよ。向かい合ってカルタをするとかね、そういうんじゃないんですから。全然知らない者同士隣り合ってするんだ。もうこんなんなってこんなんなって、趣味なんですかね、あれは。よくわかりませんが、ゴルフなんてものは、これはこんなに流行るとは思いませんでしたね。これはね、今流行ってますけどね、私はそんなにいつまでも何十年もやってねえってだと思いますよ。第一、何十年もやってたら指がね、動かなくなっちゃう。ゴルフなんかもう随分何十年にも経ちました。あんなもんはもう金持ちの贅沢品で俺たちのやるもんじゃねえやなんて言ってたやつはね、やっぱりゴルフだねえってなことを言ってね、話し家にも随分ゴルフやるのがいます。まあ私もちょっとはやったことありますけどね、あれね、テレビで見てる人はね、あれが当たり前だと思って見てますけどね、プロの人の中継はあるけど、素人の人の中継ってなかなかないでしょ。プロと芸能人が挟まってなんてのはありますけど、それ事細かく中継はしませんよ。うまくいったとこだけ編集するんです、あれは。事細かく全部やったら大変ですよ、あれ。そのドッグレッグのとこから現れてくるとこまでは同じなんですよ。現れてくるとこまで、でこんなことやってこんなことするとこまで同じなんですよ。それでこんなことやってちょっと素振りして、こうやってうちこう構えね、クラブをこう振り上げるところまで同じなんですね。でここぐらいまで同じなんですよ。こっから先が違うの。プロはペッって言うとね、なんかプシュッの音がして、それでまず芝生がわらじ状にポーンって飛んで、ね、その前に球がパーッと飛んでいくわけですよ。球の方が先なんですよ。中にはいるんですよ、プロの真似したいってんでね、あのわらじをなんとか飛ばしたいってんでね、カーッとね、わらじは塊になって飛んでいくの。球はちゃんとそこにあるなって。ああいうの見てるってと、やっぱり日本の先祖は農耕民族かな。素人の中継やらないなね、そればかりじゃありませんよ。こう下ろしてでしょ、プチッピシッっていうような潰すような音がする。代わりに素人がやるとなんていうかっていうと、こうやっといてこうやった途端にあーっていう声。すると何事が起こったんだろうと思ってね、
もう弾も追い切れませんね、いくら手だれのカメラマンでも。そう、追い切れないわけですよ。その人はその次の瞬間どうするかっていうと、その持ってたカバンの中から2、3本こうやって引っこ抜いて、そばの林の中に入ってる。何してんのかなと思ってると、中でキンコン、カンコン、キンコン、カンコン、なんて。これはなかなか出てこない。うん。で、こんなものいちいち待ってたら大変ですよ。焦れば焦るほど出ないんですから。そのうちにね、突然カメラの後ろから現れたりなんかします。いやー、こっち大変だから後ろ回ってきたよ、なんてね。ですから、素人の中継はやらない。うん、クロートだけなんです。で、クロートだけ見てると、あんなの当たり前だよ、ね、砂場なんか入っちゃって、まったく下手くそなんて、とんでもないですよ。やってごらんなさいよ。空振りする人がいるでしょ。プロだって空振りすることあんだっつってね、何万回に1回かは。何万回に1回かはですよ。だけど、普通にゴルフ場行ってごらんなさい。死に何度も見ますよ、そういうの。不思議ですね、空振りする人ってな、前に球を置くでしょ、空振りするでしょ、で空振りしたら悔しいわけじゃないですか、ひょーって顔しないんですよ、空振りした途端に周り見て、笑うこれまた必ず見てるやつがいるんだよ目と目があったりなんかしてね、なおさら笑ったりな、そんなに嬉しいんですかね、空振りってな、不思議なもんだな。まあゴルフも流行りました古い道楽ってやっぱり、うん、そうですね、釣りなんていうのはやっぱりあれが、人間の歴史始まって以来というかね、趣味でしょあれ。まあ趣味じゃない人も中にいるかもしれないけど、いや俺はなわざわざあんなとか行かないよな、釣らなくたって魚屋じゃ買えるんだからなんて言ってる人は、これは趣味に考えてないんですよ。趣味の人は釣れても釣れなくてもいいんですよ。ただこうやったらいいんですよ。ただ私ね、一つお尋ねしたいというか不思議なのはね、この頃ね、その生き物をいじめちゃかわいそうだというので、スポーツフィッシングとか言うんだそうですね。なんか優しいんですって、それは魚に対して。どういうことかっていうと、釣り上げたものをわざわざ話してやるんですって。だから優しいって言うんですけどね。そうですかね。私は優しいんだったら釣らねえのが一番いい優しいんじゃないですかね。こんなとこ引っかかってね、魚だって痛えよそりゃあれは私はね、優しいんですかいの、後ろめたくないんですか。他の言葉で言いたいけど、まあ今日はね、言わないことにしますけど、ああいうのはね、まあいいや。ね。わざわざ外国まで行ってね、いっぱい釣れたけどね、一匹だけは食べるんで取ってきましたけど、あとはみんな逃してやりましたよ、なんてね。逃してやりまあ実は私も釣りやらないんでね、まあやったこともちょっとあるんですけどね、向いてないんですかね、向いてないんですかね。子供の頃にね、どうもうまくいかないんですよ。釣ったことね、二度しかないんですよ、針に引っかかったことが。いっぺんはね、朝さあこれから始めようってんでね、糸をほどいて、それで糸と重りを水の中でこうやってゆすいだんですよ。そしたらたまたま選んどこへ引っかかってそれから何度かやるんですけど、それ以来引っかかりませんな。あれは本当に偶然だったんでしょう。でも釣り上げる人は本当にうまいですよ。釣り場ってものを知ってます。あそこ行ってこうやってこうやるって言うとね、何時頃にこういう仕掛けでもって、こういう餌使って、なんてね。そうするってと、それを真似して釣る人がいる。ところが、その釣れた人というのと同じ時間に同じ餌で同じものを同じ数釣っても、釣り師というのは自慢にならないそうですね。なるべく人の釣らないとこで釣ってやろう。これが自慢ですよ。
穴場さんが知ってんで、どうするあなたと二人で出かけましょう。なるべくね、人の釣らないとこ、何なの人の釣った、面白くないよね。釣らないとこ、釣らないとこ。ね、二人だけの秘密だよ。いいかい他の人喋っちゃダメ。ね。いや、それは滅多にあるもんじゃない。いや、滅多にあるもんじゃないと思ったけど、どうだよ、これ。え？あれ？おい、こんなとこあったかいこの辺り。大したもんだね、おい。これ釣りますよ、これ。誰も釣ってないよ、これだけのところ。魚がかつれてるね、これ。餌を入れたときにパクリってくるよ、これ。え？入れりゃパクリだよ、入れパクだ。ね？秘密だよ。誰も言っちゃダメだよ。二人でやりましょうなんて一生懸命二人でやってるって言うと、そこへまた年の人が通りかかりまして、おや、お楽しみですか？どうも、ありがとうございます。どうです、釣れますか？それはですね、今朝からやってんですけどね、まだピクッとも来ないんですよ。そうかもしれませんね。ここは昨夜の雨で水が溜まったんですからね、全然ピクッともなってね。これも釣れるわけありませんよ。それをまた、釣りをしているのを後ろへ回って見てる人ってのはありますね。釣れる、後ろへ立って10匹釣れたら1匹もらえるとかそういうんだったらいつまで言っても、バカな奴がいるね。何？いやー。あのね、魚釣ってんの後ろに立って見てる奴がいいんだよ。なんといくらだって、いくらだっているんじゃねえんだよ。それがね、3時間も経って見てやんだよ、おい。くれるわけじゃねえのにさ。ずっとくっついてみたの。3時間？いや、せやめ。そんな奴はいない。いるの、いない、いるんだよ。俺、それ、橋の上からずっと見てたんだ。橋の上には上があるもんでな。なんだよ、八さん。お前さん、また、朝っから、バカなご立腹じゃないか。バカなご立腹だ。冗談じゃねえな、先生。先生は普段から高慢の面をしなって、わしは成人じゃから、夫人は好かんよ、なんてやってよ。ゆんばの娘。あれ言ってどっから出発したんだい。いい女だったね。年の頃なら16、8かな。なんだその16、8というの。それを言うなら16、7、あるいは17、8だよ。16、8では7がない。7は先月流れたから何の話をしてる。家は白いのを通り越してちょいと青みがかってたがね。いい女だったな。一体先生どっから出発したの？よ、発表しなよ。わしにそんな覚えはないよ。お前は夢でも見たな。夢だ。あう。後ろの壁を見つけろって、後ろの壁、後ろの壁。夢でもって壁にあんな大きな穴が開くかてんだよ。何？壁に穴を開く。ああ。いつの間にこのような。するとお前は夕べの我をご老じたか？ご老じたか？こっちはご老じすぎたったんだ、夕べは夜中にね。うたたねえよ。寒いからひょっと目が覚めるってえと、先生のとこでひとひと声だ。はて先生は一人者、相手の言おうはずはない、聞き耳立ててみるってえと、女の声力ですよ。まあ、します、検便できねえ。へから諸正面のみでもってね、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ。足の道具はよく切れるからね。小便物ののみ。あっという間に穴が開いた。覗いてみるってえと、あの女、いい女だったね。いや、どっから出発したの？今のうちなら罪は軽いよ。白状しなよ。まあ、ご覧になったとあらば仕方がない。隠さずお話をしよう。水原八さん、夕べの話をすると少し長くはなるが、あの娘というのは、こういうわけだ。あ、そういうわけか。まだ何も言ってないよ、おい。お前もご存知のごとく、わしは釣り好き。いつものように釣り竿を肩へ向こう島へとやってきたが、昨日はマビというのが雑魚一匹かからない。これは殺生をしてはならん戒めと思うて、わしも諦め、釣り竿を巻きにかかる浅草弁天山で打ち出すクレムツの鐘、陰にこもってものすごくも、嫌だな、そういう話はな。
あ、そういう話好きじゃないな。あしゃね、そのいけない、どうしてその金の音をいくらしたっていいんですけど、どうしてその地びたの底から湧くような音がするんですか。そういうね、そういうんじゃないの、もっと派手に派手にやって、天から降って、天から金の音なんだね。カンコンカンコンキンコンカンコンキンコン、パラ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 、ワン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 ワーンってなことになるって言うと話は派手でしょ。私は嫌だね、そういうのは。私はね、見かけ弱そうでしょ。心はもっと弱い。勘弁してもらいたいよ。世もの山々雪解けて水かさまさる大川の雨しぼ南で水あぶり岸辺を洗う水の音だ。うわ辺りは薄暗くなってわし一人、風もないのに片へのよしがカサ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 と動いたかと思うと、中からスーッと出た。あったったった、これは出たな。ちょっと待ちなさい、ちょっと待ちなさい。いいえ、話してください。話せないよ、話せないってんだよ。今お前うわーって驚いたのはよかったけども、ここへ置いといた人の紙入れ懐入れねえかお前。足が先生の紙入れを冗談言っちゃいけませんよ。いくら足がそそっかしいからったってね、人の財産を懐へ入れて家へ帰っちゃう、そういう人間と足は出来が違うの。足はね、正真正銘の江戸っ子だよ。そんなね、人様のものを懐へ入れてよ家へ帰っちゃうなんてね。これかな、これかなじゃないの。なんだって人の髪で懐に、あ、どうも、すいません。あ、そうね、驚くってと、そう言われて見るってと、周りに落ちてるものを懐に入れるたちなんですよ。嫌なたちだね、お前は。お前じゃないか、この間、大家のところで。驚いた拍子に柱時計懐入れたてな。どうも。面目ない。面目ないじゃない。一体先生何が出たんです。カラスが一羽出た。いやだ。なんだカラスかよ、おい、脅かしちゃいけねえやな。ガサガサのブワーってから驚いちゃったんだ。カラスか、カラスならこっちだって驚きしねえやな。そのカラスがどうかしたんですか。ねぐらへ帰るカラスにしてはちょっと時刻も違うどうと、わしも物好き。その場へ行ってよしを肩寄せてみる。人骨のざらし、生々しいドクロがあった。かっかばねを晒しているというのは不憫なもの、浮かぶこともできないと年頃にエコーをしてやった。うまくはないが手向けのごつき、浮かぶ水に手向けの隅田川、勝者失滅会社上理、尊称菩提南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。福紅の身残りの酒があったからこれをかけてやると、気のせいかぽっと骨に赤みがさしたように見えた。ねえ、良い功徳をしたと、そのまま家へ帰ってごろり横になる。さて飲んどきであろうか、ほとほとと表を訪れる者がある。何者か通ってみると、かすかな声で、向こう島から参りました。さては、あれほどエコーをしてやったのをあだに思い、氷妖怪の類でもたぶらかしに参ったら、年はとっても腕に年は取らせんつもり、尾形清十郎身に油断なく、投げ死ぬ野郎小脇に買い込み、つか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 。ちょっと待ってください。どうも、先生の話は威勢がよくてとてもいいんですけど、今何つったんですか。投げ死ぬ槍を小脇につかつかつか。朝昼晩とこのうち遊びに来てますがね、いっぺんだって投げ死に槍ってのは見たことないんだね。槍がないからほうきを小脇に太鼓。なんだほうきかよ、おい、ほうきとその槍じゃえらい違い。第一、そのつか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 ってそんなにこのうちないんだよ。そうでしょ、間取りは俺んとこと同じだよ。つかつってとも裏へ抜けてる。これはまあ物の例えだから黙っておき、ガラリとを開ける。卵肉や狐にもせよこの姿、夕べの娘が音もなくこれへスーッと入ってきたと思いなよ、はっさん。
私は向こう島にカバネを晒しておりましたもの、あなたの苦の徳によりまして今日初めて浮かぶことができました。お礼に参じました。おみやしなりともおさすりいたしましょう。はるばる向こう島から来たる者すげなく返すも何とやら、足をさすらせ肩を叩かせしていたあの夕べの娘は、そういうわけでこの世のもんじゃないんだよ。へえ、この世のもんじゃないっていうことはあの世のもんですか。ゆうちゃん、いい女だなあ。あっしああいういい女だったらみっちり話がしてみたいと思うんですけど、そのコツってのはまだありますか。ああそれは分からんね。分からんだなんて、また気取ってやってよ。えおせろしみったれ、しみったれてるわけじゃないが、まああるかもしれんな。ああそうすか。じゃあなんとか言ったらほら、なんとかさっき言ってたでしょ、コツの来る間抜けの句ってのを。お手伝い間抜けの句ではないよ、たむけの句だよ。ああそうそうそう、その句。月浮かぶ水に田向けの隅田川、勝者失明。あこれ、おい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 、何をしてる。そおい、人の竿をガラガラかき回してはいかんよ。それおい、それはわしが大事にしておる竿だ。持っていくならこっちの竿を貸してやる。ってやんねえ、からてけえ、いけないってえのを無理かえ、かえ刈り込むってえと、やっこさん途中で三合の酒三段をしてやってきました向こう島。何を言ってやんでね、年は取ったが浮気はやまぬ。山のはずだよ、先がないなんて言ってけど、本当にあった。しょうがねえね、あのじじいは。先がねえもんだからよ。釣りだ釣りだって女のことばかり言ってやんだよ、本当に。おやー、また今日は大勢出てますね。こいつらみんなコツ釣ってやんのかよ、おい。よせ、俺の釣るコツはなくなっちゃうじゃねえか。あれ、どうでもいいけど、年寄りばっかりだよ、おい。近頃の年寄りは色気づきやがったね、また。釣るかい、釣れるかよ、カツカツ釣れるか、カツはあ、カツ今お魚釣ってますよ。何だかの野郎、隠そうと思ったってそうはいかねえぞ。ネタ上がってんだ、ネタ。白状しろ、心臓か、豊島か、おんばさんか、こもりっこかい。どんな女だい。何ですか、あの人は。いや、土手の上で女のことばかり言ってますよ。目の色が血走ってますからね。ゆんべ、神さんにでも逃げられたんじゃないですか、あれ。今ね、みんなでもって仲良くお魚、かなつって、お魚を。お魚釣ってますよ。何よ、お魚釣ってる。てめえ魚釣る釣れかってめえは。てめえなんか首でも釣れ。なんだありゃ。俺も今そこ行くぞ。あ、来るよ。俺悪いの口聞いちゃったな、おい。ああ、降りてきましたよ。すいません、今変なの降りてきました。ちょちょ、お膝送りお願いしますよ。スチャラカちゃんちゃん、スチャラカちゃんと、あらたっこいちゃいましょっと。てめえたち先取られて、おやさようでござんすか、なんてんで黙って引っ込んでるな。お兄さんとお兄さんの時が少しわかるち。あたしゃとしまん、あああ好きなの。釣りしてるようじゃないね、この人。湯へ入ってるようだよ。それもいいけど、この人餌つけませんよ。あんたあんた失礼ですがね、餌つけないって言うとお魚は釣れっこございませんよ。何よ、餌つけなくちゃお魚は釣れっこございません。てやんで、釣れっこもママっこもあるか。こうやったらそのうち金がゴーンとなるだろう。ヨシがガサガサーってやって、カラスがポワッと出なくちゃうんだよな。金がゴンとなりゃさ、あげしを南さ、カラスが飛び出ちゃう、クラスのさえ、コツがあるさいさいちゃった。ちゃちゃかちゃちゃ。すいません。あのね、今せっかくお魚が寄ってきたんで、
あなたがそこで騒ぐってその声聞いてみんな魚が逃げたんで、もう少しお静かに願います。何を、俺が騒ぐと魚が逃げる、何を言ってんだ、魚に耳あんのかおい、どこについてんだ魚の耳、今度見せろ、ね、そのコツにとさ、さておばかけりゃさ、コツがベベーきてくださんなさい、礼にくださいちゃ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 、水かきましたダメだよおい、水をかき回さないでください、誰がかき回してんの、俺ただこうやってるだけだよ俺は、お前の国じゃ何かこういうのかき回してんのか、こういうのをかき回すというのはこうやるんだ本当にやっちゃったよ、これはダメだ、これもう今日は釣れません、もうしょうがない、面白いから見てましょう、だけど、ね、ゆんべ先生のところに来た女はちょいと年が若すぎたね、やっぱり28、30でこぼこ、おつな年間のコツがいいね、やってきますよ、カラコン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 、カーバー私向島から来たの、なんでお前こっちやねんか、待ったんだこっちは、おがりよ何枚かと言って、お前さんなんだろう、そばに角の生える人なんかいるんじゃないの、俺そんなもの言えしねえやな、てめえを待ってたんだ、そうかい、じゃあ私お前さんのそば行って座ってもよくって、いいから座ってくんねえな、そう、じゃあ座るわよってなことは言ってね、ツツツツツツッと上がってきて、私の脇にコツがペタッと座って、水たまり座っちゃったよあんまり良くないんじゃないのこっち、だけどお前さん、お前さんなんだろう、私が若いから何と言ってくれるんだろう、私がおばあちゃんになるって言うと、若い女と浮気をするだろう、若い女と浮気なんてしないよ、するよ、しないよ、うーん、うまいよ、可愛いのに、何枚こと言ってさ、その口でもって私を騙しやがんだよ、本当にお前が憎らしいよ、お前の口が憎らしい、お前の口が憎らしい、痛い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 、人のほっぺたつねるなよてめえ一人でやってこい焼くない、焼くないやだねこいつは、だけどお前さん、お前さん浮気したらくすぐるよ、要するにくすぐらるんだ、あれなんなこと言わないで、ちょっとでいいからくすぐらしてちょうだいなって言って、コツが優しい手を出した私の脇の下にこちょこちょってから何をするんだ、ダメそんなこと言ってね、くすぐってこちょこちょダメくすぐったいからやめろってのにダメ痛いあの人魚釣らないでてめえの鼻つっちゃったよ、どうしました、すいません、誰か取ってください、取ってくれてんだよ、ちょみんなで手叩いて笑ってやる、そういう薄情なやつかい、てめえたちはどういうわけでこんなとこへ針が引っかかるんやったの、いり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 あげー、うへへうふいけ、鼻から血が出てきやってごらん、バカバカしくて鼻血にならねえなこれな、あんなもの血血血血血血血捨てちゃえさあこい、なんだあの人張り込んだんだよ、もたらしたよ、どなたもそうでしょうが、どうもだんだん年を経てくるってえと表を歩かなくなって、まあ表を歩かないくらいですからうちの中も歩かないんですけども、ちょっと歩いた方がいいってなことを言いますね。でもちょっとぐらい歩いたってしょうがないじゃねえかと思うけれども、まるで歩かないよりはせめて駅はエスカレーターを使わずに階段を上るとか、
なんかちょっとでもいいからね、歩きたいですな。何を言ってんですか、ね、私は。どっからお話ししましょうかね。今日はそんなにね時間もね長くないんですよ。私に許された時間はそんなにないんですけどね。やるものは何をやるかってことは分かったんです。皆さんもうお分かりになってると思いますがね、プログラムを見たり番組表を見たりなんか知ってるってと今日はあれをやるんだなって思ってるでしょうけど、なかなかそうはいかないというところなんですよ。手短にお話をいたしますと、と言っていつも長くなって本当に自分で困ってるんですけど、去年の8月の末方に頸椎といいますから首の手術をいたしまして、頸椎っていうのは皆さんみんな持ってるんですよ。首の後ろは首の骨がありますね。首の骨を、こう2本の筋肉がこう支えて、もちろん背骨です。背骨も支えてるんですけど、まあ、頸椎ってのは、これがどうもね物忘れがしたり、それからなんか時々ね、ひょっとして足がもつれるんじゃねえかなんてことが出てきて、見てもらったら結局頸椎が原因じゃないかというようなことで、去年の8月に、京都の個人病院で頸椎の手術をいたしました。そこで手術は決して優しい手術ではなかったようですけども、俺は得意だっていう得意の先生がおいでになって、その先生にお願いをして、手術は無事終わったんですけども、その病院のねちょっと違うところはね、東京の大学病院で見てもらったらば、手術が終わったらばあとリハビリですか、これも相当かかるって言うんですよ。でうまくいけばトントンといけばトントンといくんですけど、もたもたっとするって言うと半年ぐらいは、高座には出られないというような話を聞きましてね、半年出られないとなるとね、覚えてる話を忘れちまうんじゃないかというような、ただでさえ忘れてるんですけども、でまあ京都でやって、今お話ししようとしたことは、いやそうそうリハビリまで行きましたね、そういうことを今話しててね忘れちゃうんですよ。これ手術したからじゃないんです、手術する前から遡ると子供の頃から今あったことすぐ忘れちゃう。どうしたお前はそう物忘れがひどいんだろうねなんて言われたことが、ないですか。あるでしょ、ありますよ。別にその方は全部頸椎手術することありません。大丈夫大丈夫、こっちはただね、商売でやってますから物忘れしちゃねあまり困るんですよ。あまりは少しはいいけどね、それが何を言おうとしてここまで来たのか、それが分かんなくなっちゃうんですよ。困ったもんですね。でもまあ手術は完璧にいきましたからね、でその後リハビリ、その病院の先生にリハビリの施設はないんですかって言ったら、ここはありません。え、ないんですか、じゃあどうするんですかリハビリは。あんなものなくたっていいんです。どこだってやるでしょう、リハビリ手術の後はリハビリってんで、ああやったりこうやったりこうやってかなっていろいろやるでしょ。いいんでもない、ただ表歩いてください。え、表を歩くの、表を歩くだけリハビリなんですか。そうですよ、歩くことが一番いいんですから。だってどこを歩くんですか、リハビリの施設も何もないところ。施設なんか、ね、いらないんですよ、京都ですから。
歩くとこいっぱいあるんですから。嵐山でもね、清水寺でも何でも好きなとこ行ってどんどん歩いてそうに、はあそういうもんですかと思ってね、リハビリの施設ないってんですよ。皆さんどうしますかそういう時。もう私もしょうがないからね、歩きましたよ。今ここで私着物は東京でこしらえたんですけど、帯締めてます。この帯はまあ東京ですと浅草あたりで買うんですけど、あとは博多へ行った時に博多の帯です。これはまあ大体帯は博多というのが本場ですわ。もちろん他にももちろん土地で作ってる人もありますけれども、で、この間歩きながら京都の古着屋を見つけた。今京都に行くのはその先生のところに見てもらいに行ったりなんかしても何が楽しみかって言うと、先生その先生のところ行くの楽しみでもなんでもない、古着屋行って帯を買う、これが楽しみなんですよ。ちょっとお見せしますけどね。これといって変わったところはない。普通のいわゆる献上と言われる柄の帯なんですけど、これは江戸でも売ってるし大阪でも売ってるし日本中売ってますけどね、東京で買ってもねなかなかね皆さんから見て分かんないでしょうけど、ちょっと細めなんですよ。これが民謡とかね何やぶしとかって言うとこんなに太いんですよ。そういうのはね噺家はねみっともないって言うんです。いやそっちの方やってる人はとってもいいんですよ。それはね民謡の方はこんなぶっといねみっともない帯どんどん締めてって、いいんですけど、噺家はダメ、細けりゃ細いほどいいっていうぐらいのもんですよ。なかなかないんだな。でこの間古着屋でもって、でさすがに京都です。で古着ですからな、最近のぶっとい帯なんて言ってなくてちょっと細めのねいい帯なんですよ。でこれがどこがいいかっていうとね、締めた時にキュッとこう締まる、帯だから締まるの当たり前だと思うんですよ。そうじゃないんだよ。こう最初締めますよね。で結び目作ろうと思ってギュッとこう引っ張ります。で引っ張ってこのぐらいでいいだろうってほどのいいとこでもって手を緩めるとね、腹の力でもってズルズルって元へ戻るんですよ。こう、つまり帯と帯がね、いいかこんな話はやめますか。今日はねもともとやろうと思った話やめましょう。これはねその帯と帯がつるっとこす布と滑らない、いっぺん合わさったものはいい帯になるって言うとね、つづれの帯なんてものはピッとただけで一重一重でもってそのままピシッと収まってる。それがね京都の加工帯はね、古着屋のさすがにどっかいいところの商店の旦那とかそういう人が、ね締めてたんでしょう。どうして古着屋に売っちゃったかどうかそれは知りませんけど、 いろいろ懐も都合も悪くなったのかもしれませんけど、もう随分買いましたよ。安いんですこれ。普通ね東京で買うと、まあ私あたりが買うのですと2万3万なんてそういう安物の帯は買いませんよ。せめて4万か5万っていうだとまあしたと思ってください。これは実はね、まあ今ねお客さんの前で夢がなくなるようなこと言うようですけどね、安いんですよこれ。2800円なんですよ東京じゃね河川の帯だってそんなもん買えませんよ。もっとも古帯ですから安いって安いんでしょうけども、今博多行ってもそれだけしっかりキュッと締まる、いい帯ってのない、でみんな太い、みっともないこういう帯が好きな人はとてもいいですよ。もういっぱい こんなやつをね、話を先進めましょう。だから私は何度か京都行くたんびにそこへ、これはね、柳の番場という、通りをこう降りてって、もう少しで錦市場にぶつかるあたりのちょっと手前のあたりの秘密は守ります。これは場所を言うとねみんなが買ってっちゃうからね、また行って買うんだ俺。
でそっから一つ外れたところに、二つ三つ外れたところに寺町通りってのある。こんなこと知りませんでしたよ。このね、手術のおかげですよ。やっぱりね、京都はね、壊れた仏像の修理が得意でしょ。俺は仏像かって言うんだよ。まあそんなようなもんでしょう。こんなもんで、寺町通りも行きました。寺町通りもあそこは本能寺っていう、本能寺、敵は本能寺にありっていう、まあ今日はね、お若い方ばっかりだから、そんな古いこと言ったって誰も分かんない。いいんですよ、分かんなくたって。私さえ分かってりゃそれでいいんですから。もう大体ね、私ね、高座上がる時にね、お客様のために喋るなんてことはないですよ。自分の楽しみだけで喋ってるんですよ。その本能寺を何度もその寺町の通りを通って、本能寺の前通りかで、ちょっとだけ秘密を教えます。もうちょっと 先急がないとね。そうなんで、これね、放送するためのそうすると何をやるって放送に出ちゃってますから、それやんなきゃいけねえんだよ。だ、それはそれで短くなった時間でちょこちょこってやっちゃえばそれでいいんだよ。何の話をしてんのか。あ、そうだからね、まあ忘れっぽくて困るってんです。私はこの間ね、病院行きましてね、忘れっぽくて困るって話をね、脳神経内科っていうんだったと思いますけど、その先生に見てもらった。そしたらね、じゃあ どういうことかちょっと試しましょうってんで、先生が検査してくれましたよ。私がこれから3つ言いますから、それをちゃんと覚えていてください。はあ、何ですか。3つ、2つ目が犬、3つ目が自動車、1つ目が梅。この3つを言えますか。梅から、犬、自動車、これでいいんですね。そうです。あ、覚えててください。また後で私聞きますから、その時に答えてくださいって。うん、だって梅とね、どうってことねえよと思って。でその後どんな検査が始まったかって言うと、はい、じゃあ別の検査やりましょう。100から7を引くといくつですかって言うんです。同じテストをやってる方がたくさんいらっしゃる。なんか同病愛哀れみみたいな人がいっぱいいるような気がする。100から7、なぜか7なんです。8じゃないんですよ。7、この辺にね、難しいとこがあるよ。7、93じゃない。7引くと、86ですか。7引くと、79ですか。7引くと、7引くと、で50ぐらいになって、やっとのことで頭の中こんがらがんですよ。7777ってのは5ずつ引くのは簡単ですよ。7っていうとなんか中途半端で、で50あたり来て今度は41かなと思ってると、はい、じゃあここでやめましょうってやめて、はい、さっきの3つ言ってくださいって言うんですよ。そしたらその時はきれいに何にも言えませんでした。なんかあったでしょ。なんかあったけどね、乗り物なかったですか。乗り物、自転車じゃなくて、なんかあった、なんか自動車ってなかったですか。自動車、自信持って言いました。ない。でこれね、できたからいいとかできないから悪いってんじゃなくて、そういうので、この人はどういうところをどう忘れるかとか、どういう頭の構造をしてるかっていうのはそれで分かるらしいんですよ。いやらしい検査ですね。昔から忘れっぽいとか慌てるとかっていうことを粗忽者と言います。
江戸の町には昔粗骨長屋なんていうのがありまして、この落語の方では粗骨というのは二通りあるってます。どういうのが二通りかってと、一つは豆でそそっかし、もう一つはってと武将でそそっかし。どういうふうに違うのかって、豆でそそっかしいのはね、一つのことを言うんでもどん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 出てくるんですよ。おいちょいとあそこ行くから何取ってくんねえかな、どこ、ど、何取ってくんねえかな、あそこ行くからよ、何を、あれあれだから、あれあれ行くんだよこれから、どこへ、どこってあれあれこう屋根があってよ、で柱があってよ、うちみたい、うちみたいじゃない、うちなんだよ、うちなの、うちの中に湯がこう溜まっててよ、そこへドボンと飛び込んで、で体洗ったりなんか、そう夕夜行くんだ俺、夕夜ね、湯屋行くんだから、これからだから取ってくれ、雑巾じゃない踏み台じゃないの、鉄瓶じゃないよ、手拭いなんて、手拭いがやっと出てくるんですね。これはね、豆でそそっかしい人はどん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 次のものが出てくる。ところが武将でそそっかしい人ってのはどん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 出てこない。武将でそそっかしい人はどうするかっていうと、黙って鉄瓶ぶら下げて湯行っちゃうんだよ。この豆でそそっかしいのが浅草の観音様、お参りを済ませまして仁王門のところまで来るってえといっぱいの人だかりで、恐ろしい大勢人がたかってやんね、ちょいと伺います、何ですかこの人だかりは、何でも行き倒れだそうですよ、行き倒れって言うと見たいですね、見たいですね、なんとか前へ出られませんか、これだけ大勢人がたかってるってえとなかなか前へ出られないでしょうな、あ、そうですか、そこをなんとか見たいですね、いや、そんなに見たいんでしたらね、人が立ってるでしょ、股の間抜けてくってるといくらか隙間があるから出られるかもしれない、上の方がダメ、ぎっしりね、うん、こんなもうおしくらまんじゅうダメです、これ足の間、そうですか、じゃああなたのね足の間ちょっと貸してくれますか、え、ちょっとごめんなさいよ、はい、ごめんなさい、はい、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、ほら、ごめんよ、ごめんよ。あ、たた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 。またの間から変な野郎が入り出したいでしょ。泥棒！なんだ今。誰だ今俺のこと泥棒ってたの。俺おめえのもんなんぞ取っちゃいねえや。今おめえの股ぐらい抜けただけで何も盗んでねえ。何言ってんのこの野郎。今俺の股の間抜けてくときによ。内股に貼っといた公約をおめえの男へくっつけて持って。返すよ、この。あ、一番前出ちゃった。どうも、こんにちは。あなたね、変なとこから出てきて挨拶してちゃ困るね。さっきから見てる人なるべく後ろの人と変わってくれませんか。大勢で見せたってしょうがない。これね、身元がわからないんだよ。ね、うん、息倒れなんだからこの人は。ね、身元がわからないと私も世話人としてとても困る。あ、そのね、またぐらから首出してる人いらっしゃい、あ、どうもありがとうございます。礼を言われるほどのことはない、こっち来て見てくださいよ、え、あ、これから始まるんですか、え、これから始まる、いや、始まったり終わったりしませんよ、これ行き倒れですから、行き倒れよ、待ってました、なんだかわけのわかんない人が入ってちゃったね、こっち来てね、こもまくって見てくださいよね、うん、身元がわからないと困るから、あなたちょっとこれ知ってる人かどうか、知ってる人かどうかなんて、私はそういうこと言われたってね、不器用な方ですから、あれあれちょっと待って、俺この肛門まくってみるんですか、なんだよこれ、人間じゃねえか、よっ、何してんだよ、大勢人が見てるぞ、もういい加減に起きたらどうで、それ寝てんじゃないんですよ、それ息倒れ、死んでるの、死んでる、うん、どっと息倒れってそう言ったんじゃねえか、じゃあこれ死に倒れだろう、変なこと言ってんじゃん、知ってる人かどうか見てくださいよ、知ってる人かなんたってね、明日ね、その死に人に知り合いはいねえんですからね、こんな、あ、いやどうしました、熊の野郎だ、熊の野郎だなんてところを見ると、あなた知ってるなんてもんじゃない、生優しいもんじゃありません、隣に住んでんですよ、兄弟同様だよ、ね、普段からね、生まれた時は別々だったけども、死ぬ時はせめて別々だって、そういう仲なんだよ、当たり前だろ、当たり前、ああああああ、しっかりしろ、しっかり、お前さんね、
揺すったって気持ちは分かるけど揺すったってダメだよ。いやーどうしようかね、お前さん一足先に帰ってこの人のおかみさんに知らせるとか。おかみさんいませんよこいつは、一人もんですから。親御さんとかご親戚何にもいねえのそいつは。何もいないってのは困るね。こっちもね引き取り手がいないってとね、あと困っちゃうでしょねえ、あじゃあどうだいお前さん兄弟どうよってようなこと言ってたね。お前さんさ兄弟同様のよしみでお前さんこれ引き取ってくんないかな。え、あしがこいつを引き取るんですか。あそう、いや引き取れって言われりゃね引き取らねえことはねえんですけどね。後になってあの野郎あんなめえこと言って持ってっちゃったなんてね、痛くもねえ腹探られんのは嫌ですから。変なこと言っちゃいけねえ。あじゃあこうしましょう、ともかくこのひとまず当人連れてきましょう。なんだいその当人って、えあの生き倒れの当人を。この人身寄り頼りがない。そう何誰もいないんですよ。今朝も寄ってやったらぼんやり一人考え込んで、あ早いとこ浅草の観音様お参り行こうじゃねえかって言ったら、今日は兄心持ちが悪いからよそうなんてそんなこと言ってやんて。お前さんこの人に朝会ってんの。じゃあこの人違います、この人はゆんべっから声倒れてる。そうでしょ、だから当人が来なくちゃわからねえって言うんですよ。え連れてきてよく見比べた上で、あなるほどこいつは間違いがねえなと分かればお前さんだって安心して渡せるでしょ。しょうがねえなこの人は、なんかあなたの話聞いてるとこっちの頭でこんなになっちゃう。ちょっとですからすぐ連れてきますから頼むでしょ。あー熊子熊井あっ起きない天才、そっかしいやつだねあいつは。熊子って秋棚叩いて、人が住んでねえとこ叩いたって出てくるわけねえんだよ。長いこと住んでんだもん。今どこに人が住んでてどこがいつから秋棚になってるかぐらいみんな知ってるじゃねえかよ。この間もこのあそこ叩いてやったよ。え？またやってる。バカだね、まだ気がつかねえんだ。熊子だって、あ俺だ。おう熊こっち、おう、あこの野郎、おめえそんなところでこんなになってる場合じゃねえぞ。おめえは情けねえやつだ。なんかあったかあったかって言われるじゃねえよ。お前はねしっかりしなよ。ゆんべ浅草でもってな死んでるよ。よせよ、俺死んだような心持ちがしねえぞ。それがお前は死んだ気がしねえってんだよ。えお前ゆんべどこ行った。ゆんべはね吉原冷やかしに行って帰り馬道のとこで夜明かしが出てたから、あそこへ一杯引っ掛けていい心持ちになって観音様の脇抜けたまでは覚えてんだけど、あとはどこをどうやって帰ってきたか、それ見やら、それが何よりの証拠だよ。お前はねゆんべ悪い酒に当たっちゃったんだよ。観音様のところまで来てどうにも我慢ができなくなってあそこへ倒れて、そのまま冷たくなって死んだのも気がつかねえって帰ってきたろ。そうかな、そうだよ、早く行けよ。どこへ。死骸引き取りに行くんだよ。誰の。お前のだよ。俺が俺の死骸を引き取りに行くの。こりゃそんなのは理屈に合わねえ。理屈に合わねえじゃねえ。いいから俺のとついてこい。俺に言ってるから、おいちょっと俺のとついてこいよ。おうごめんよ。あどうも先ほどはまた来たよあの人。あなたねちょっとこっちいらっしゃいよ。ねあのちょっと見てくださいよ。ねそうじゃなかったでしょ。いやそれがねそうじゃないところじゃねえんですよ。初めは分かんなかったんだけど訳を話してみるって言うと、そういやどうも心持ちがねえなんてこの野郎なんです。一つよろしくお願い。あこっちへ行ってこい、行ってこい。えあそこにおじさんにいない。あそこにいるおじさんさっきからお世話になってんだ。
おめえからもよくお礼申し上げる。すいません兄貴に聞いて分かったんですけども、なんか私ゆんべこの辺倒れちゃったそうで。同じような人がまた一人増えちゃったよ。いね、ご覧なさいよ、ね、お前さんじゃないんだから。でもあまり死に目に会いたくない。あんなこと言ってるよ。いいから見ろ、え、向こうだってよく見比べた上じゃなきゃ、見比べた上じゃなきゃ渡せねえってんだから、いいから見ろ見ろ。そうか、嫌な心持ちになってきちゃったな兄貴。え、これが俺か。それ汚ねえ面してんね。死に顔ってのは変わるのよ。面が長えんじゃないの。一晩夜継ぎに当たったから伸びちゃったんだよ。ああ、これは俺だ。そうだろ。やいこの俺め。こんなことと知ってたら、ゆんべのうちにもっとうめえものを食っときゃよかった。お前だってしょうがない。あ、ちょっとあったあった、そう、抱いちゃダメ、抱いちゃ抱かなきゃわからないってのは困る。よーくご覧なさいよ、お前さんじゃないんだから。うぜえのこの野郎、当人が見て俺のもんだってんだ、間違いねえな。いいから抱け抱け。でも兄、なんとかわかんなくなっちゃった。何が抱かれてんのは確かに俺だが、抱いてる俺は一体誰だろう。ようこそお運びをくださいましてありがとうございます。昔からよく名物にうまいものなしなんてことを言いますが、名物にうまいものなし、名物にうまいものはないって言うんですね。そう言われてみりゃそうとも言えるし、まあ、中にはうまいものもありますがね、大概はうまくないですね。東京からどっかへ出かけて行って戻ってくるときにその土地のものを買って帰ってくる、これはね意外にいろいろありますよ。埋居に暇まがないが、まあ、例えば、北と南で言えば、ね、北海道の筋子だとか、ああいうものはこちらでも買えますけれども、やっぱり違いますね、鮮度ってんですか。それから東京で買うのは嫌にしょっからい、うん、それから鹿児島の薩摩揚げ、もちろんここらでも買えますがね、全然違う、全然違ううまいですね。それこそあのキオスクで売ってるような、これ大丈夫かしらなんて思うようなところで買っても、その場で食べてもうまい、うまいですね。ところがね、困るのはこちらからあちらの方へ持っていくときに困っちゃう。東京ってところはあるようでないようで、やっぱりないですね何かあったら教えていただきたい。これが東京のお土産として全国どこへ行くのにでも持っていけば、えばって持っていける、喜ばれる、そういうものがあったらぜひ教えていただきたいもんだ。つまり、名物にうまいものなしというのはそういうことを言ってるんじゃないかと私は思いますね。昔東京で名物と言われたものが、武士勝男大名工事白工事茶店紫しけしにしけ、火事に喧嘩に中っぱら伊勢稲荷に犬のくそってね、汚いものが、名物になっておりましたが、この中にね食べ物がたった一つしかありません。つまりね、なかなか名物にうまいものはないんでございます。何かってえと2番目に出てくる武士カツオ、カツオは私ね、東京のカツオは未だにおいしいと思いますね。
方々で、ご馳走になりますが、私は東京のカツオが一番好きです。どうしてでしょうかね。同じカツオなんでしょうが、切り方なんでしょうか、それとも、生姜醤油の具合なんでしょうかね、厚みでしょうかね、何か違うんですね。東京で食べるってとキリッとしてね、私は好きですよ。東京のカツオが一番。いにしえの都京都へ参ります。京都の名物と言われておりますのが、水身船女染物針扇お寺豆腐に人形焼き物。この中に食べ物、口の中に入るものが3つ出てまいります。京都は相当自慢なんでしょう。ですからね、いろいろある中で食べ物が3つ、水身船、いきなり出てきます。水、京都の水うまそうですね、水がうまいぐらいだから、野菜もうまいんでしょう。身船、身船って呼び方を聞いただけでもうまそうな気がしますよ。で、今度おしまいの方に、お寺豆腐に、豆腐、これはね、私おすすめしたい。京都の豆腐はとてもおいしい。京都へおいでになったらね、ぜひ今度お試しいただきたい。金閣寺を見るよりはずっといい。豆腐ったってね、何もその一流料亭行ってでお上がんなさいって言ってるわけじゃないんですよ。京都ならどこでもいいんですよ。セブンイレブンでもね、そこらのスーパーでも、いいんです。実においしい。いや、そんなとこで売ってんのうまいわけねえだろって、いやいや、そうじゃないんですよ。やっぱりその土地に染みついた味の風土ってますかね、味覚ってものはね、やはりあるもんですよ。ですからね、もう京都の豆腐ならまずどこでもおいしいですね。ぜひお試しいただきたいもんでございます。さあ、これが同じ古の都でも奈良へ行くってとちょっと様子が変わります。奈良は、奈良には名物と言われるものを並べるってと食べ物が出てこない。大仏に鹿の巻筆奈良ざらし、春日道路を町の早起き、まるっきり食べ物は見当たらない。でも何か食べてるんですよ、あちらの方だってね。絶食して生きてるわけじゃない。我々もね、そうだな、奈良に何かあったかしら、思いつかないんですよ。何ですか奈良の美味しい名物っていうのは。まあ奈良漬けっていうのがまあ有名ですけどね、あれも確かに美味しいものはとても美味しいんですがね、あれだけのね、名声を負った町を代表する代表のその奈良漬け、ちょっと役不足のような気がいたしますね。あと何ありますか。あとは鹿せんべいなんかね。つまりあの奈良はね、何も食べ物で自慢することはないさ。この町全体、名所古跡、そういうものが全て、名物だから、それを味わってくださいということなのかもしれませんね。私はね、私にとって奈良といいますと、あそこの名物はね、食べ物じゃないんですがね、鹿の巻筆でも何でもなくて、炭ですね。私はあの奈良行くって言うと、あの炭をこしらえてるね、炭屋さんがたくさんあります。炭屋さんだってあの、うなぎ焼くとかああいう炭じゃないんですよ。こういう炭ですね。まあ、のべつこんなことしてるわけじゃないですよ、私だって。だけど例えばお正月だとか、年に一遍ぐらい牧獣じゃなくすずりとこういうものを出してしてみたい、日本人になってみたい、そんな気がするんですよ。とても心が静まりますね。であの炭っていうものは、そのもちろんピンからキリまでありますが、匂い、粘り、色、みんな違いますから。でそういう高いものほどそれはいいんですがね、高いものは正直言って私も買いません。だけども同じようなものは買うことできる。炭屋さんの前行くってとね、失敗作っていうのがね、よく店先に叩き売りみたいにして出てますよ。もう割れちまったのとか、こうねじれたのとかで、いいんです、ねじれたってすりゃ同じですから。これ何本か用意しておいてね、なかなかいいもんですよ。まあ普通は奈良で名物といえばやっぱり大仏様ですね。
物の大きいという例えに大仏さんがよく引っ張り出される。大きいね。いや見てきたけど大きいよ。びっくりしちゃったよ。まるで奈良の大仏様みたいだよ。やっぱり奈良の大仏様。あの奈良の大仏様は、まあ、確かに有名なんですがね、お身の丈が五丈三尺五寸天ででかいんですよ。あれでかいんで値打ちがあるんでしょ。あれどうなんですか。詳しいことは分かりませんがね、あれはどのくらい値打ちのあるものなんですか。あれはつまり歴史とか美術的に見てどうも一つね、私は納得いかないことが。なぜならばあの大仏開眼というのが天平正法4年4月の9日ってので、その時にできたものがずっと今まであればそれは信用しますがね、実は皆様方ねご存じなかったでしょうがね、そうじゃないんです。騙されてはいけません。大仏開眼から百数十年経った時に大和の大地震ってのがありまして、それであの首がもげて下へ落っこっちゃった。だらしのね首ですね。であんだけでかいもんですから下へ落ちればべちゃっといきますよ。で補修修繕といえば聞こえはいいが、つまりこしらえ直してすげかいたんですね。でその首がずっと残ってりゃまだね、天平正法4年から百数十年後のだったらまだ信用しますがね、実はねまだあるんです。元禄年間に大仏殿が火事になりまして、燃えた胸毛が顔へかかってとろけっちゃった。それでまたこしらえ直した。だからねどうなんでしょう、ね、え今の首はねできた当時の首じゃないんですよ。3つ目です。だけど今度はもう絶対大丈夫だって言ってましたね。仏の顔も三度。あんまり真面目に聞かないようにしてください。こんなとこへ出てきて大仏様の説明をね真面目にしたってしょうがないんで、なんかあるなと思って聞いててください、ね。で大仏様の話はもうそれっきりに止めときます。奈良にはいろいろと面白い言い伝えがございます。その中でも春日灯籠と鹿の数を三日三晩で数え上げるとこの人は長者になれるというのがあります。つまりそれはできるはずがないさ、難しい、不可能、そういうことを言ったんですね。春日神社行くってえと、なるほど灯籠たくさんあります、ずらりっと大きいのが並んでるかと思うと、こんなところに小さな、あらこんなところふっと、あらこんなところにもあるよってんでね、あれは全部探し出して数えるのは確かに大変でしょうが、三日三晩ですから片っ端からちょい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 と印をつけていけば数え上げられないことはないでしょうが、それに抱き合わさってる鹿の数、これが大変です。鹿ってやつはね動きますから。守護っつったって誰も集まらない。整列まるで効き目がない。あれはね、旧幕時代って言いますから、まあ仮に江戸の中頃でもって、百頭内外だそうですよ。今何頭いるのかなと思ってこの間奈良の観光協会ってところへ、電話をして、聞いてみました。そしたらね大体千頭ぐらいだそうですよ。大体千頭っていい加減ですね、もっとはっきり分かんないのって言ったらね、しかと分からないなんて。これは向こうの人が言ったんですよ。こんなせこいこと私は言いませんからね。それで話聞いたらね、なんでそんなはっきりしないわけ、普通どこだって何千何百何十何頭って言うじゃありませんかったら、それがねその子鹿が生まれるとね増えるんだそうですよ。で当たり前ですこれは。つまらないことをおっしゃってましたね。子鹿が生まれて減るわけがないでしょ。でも確かにそう言いましたよ。で今私子鹿って言いましたけど、電話で向こうの人は何て言ったかって言うとね、バンビだってやん。よせよバンビってのは奈良だよ、
小鹿と言ってもらいたいですね。バンビは勘弁してもらいたい。でもね、これがまた明くる年の同じ頃になるってえと、大体同じぐらいの数にまた収まる。つまり行方不明になっちまうのもあれば、中には老衰でお亡くなりになるのもあって、大体今は戦闘内外戦闘ぐらいだと、そういう話でございますよ。どうして奈良の鹿なのか。実はこの、日立の鹿島から神様が白鹿に乗ってあの地位おいでになりました。それが始まりだそうだそうでございます。その時のその白鹿が増えて、つまり光栄がああいうふうに形になってたくさんに増えたと、こういうことのようでございますね。五神禄なんてことを言いまして、字で書くって神の鹿と書きます。五神禄。その頃上津方と言いますから、例えば三義であるとか関白なんというような人が、あの地へおいでになって、で鹿に出会うってえと、わざわざ乗り物から降りて丁寧にちゃんとお辞儀をしたと言いますから、あ昔からね、奈良では鹿というものを大変に大事にしたもんでございます。鹿を大切にしよう、話してある鹿を大切にしよう、話してある鹿を大切にまあ悟られりゃしょうがない。まああそこへ行くって言った話が大切にされるという話は聞いてるんですが、あそこに行って話が大切にされたという話は一遍も聞いたことがない。あの奈良というのは何点でしょうか。天領っていうのとはちょっと違うんだそうですが、朱印地とか言いまして、まあ似たようなもんですね。で幕府からあの奈良へは年間1万3000石という禄がおりました。1万石はあの辺りの神社仏閣の保守、あるいはその神主さんやなんかの、給金、そういうものに充てられて、あとの3000石は何に使ったかといいますと、鹿の餌料だそうです。百頭そこらの鹿に3000石の餌料というのは誠に贅沢なもので、ですから、それだけ鹿を大切にしたということは間違いのないことでございましょう。鹿にはいろいろと厳しい決まりがありまして、鹿を打ちたる者は五関門の下領に処す。鹿をちょいとコンって殴っただけで五関門というとんでもない罰金を取られる。たとえ過ちといえども鹿を打ち殺したる者は死罪たるべし。たとえ間違いでも何かの拍子に、鹿を殺しちまった、そうするとこの人は死刑になる。故意に鹿を打ち殺したる者は石子詰めの刑に行うべし。石子詰めの刑、今でもあそこ行くってえと石子詰め散策の墓というのがありまして、これは平安の頃でしょうな、興福寺の別院に散策という小坊主がおりました。これが部屋でもって手習いをして、いろいろたくさん何枚も何枚も失敗して下書きを、紙が真っ黒になるほど書いて、やっとのことで一枚聖書ができた、いやうまくできたと思った途端に窓から、鹿が首を出してこれ食べちゃった。鹿ってのは紙も食べるらしいですね。で子供のことですから、ここにやろうってんでそばにあった文鎮をポコリぶつけるってと当たりどころが悪かったものと見えまして、鹿が死にました。たとえ子供でも法を曲げるわけにはいかないというので、石子爪の刑、地べたに13尺の穴を掘りまして、ここに散策を下ろして上から石瓦を詰めて圧死させたって、まあなんとひどいことをするもんじゃございませんか。今でもあります散策の墓を。この墓は墓石の土台が亀の子になってます。これはどういうわけかっていうと、おっかさんがこの子は誠に短命で気の毒であった、今度生まれ変わってくる時には亀のように長生きをするようにというので、墓の土台石を亀の子にいたしました。でこのおっかさんが死ぬ前に自分がいなくなるってえと、何しろ罪人のことだから花を添えてくれる者もいないであろう、
いつまでも色が添えていられるようにというので、そばにもみじの木を一本立てまして、今でもそれが名所になって残っております。まあその当時のものじゃない、何代か何代か植え替わっては来てるんでしょうがね、まあそれ以降鹿の絵には必ずもみじを描くようになります。ですから奈良町の人は鹿を大切にはしましたでしょう。しかし可愛がるというよりは、恐れていた。何しろそういう決まりがいろいろありますから。奈良の人はね、朝起きてくるってえとまず自分の家の前を見ます。何かの間違いで鹿が死んでたりなんかすってるとえらいことになる。それ自分がやったんじゃないってことは後々分かるかどうか分からないけれども、たとえそうにしてもなんだかんだ疑いをかけられ、下手するって言うと京都の諸子大まで引っ張ってかれたりなんかしますから、商売は休まなくちゃならねえ、商売は悪くなるね。でそういうことを避けようってんでね、薄情なようですがね、自分の家の前に鹿が死んでるって言うと、隣の家がまだ寝てる、じゃあ隣の家へって隣の家持ってで隣の家も起きてきた、ああ鹿やこれはあかんってんで、また隣の家へ、また隣の家へ、隣の家へってんで、あの町は一番後から起きたやつがいつも損をします。ですから町の名物に早起きというのができました。先ほど申し上げました一番おしまいのところに春日灯籠を町の早起きと、実はそこに秘密があったわけでございます。奈良興福寺東門前町に豆腐屋を営んでおります与兵さんという人がおりました。この人は正直与兵と言われるくらいの人で、正直者でね、その上また親孝行で、お上から何度か親孝行のことで、ご褒美をいただいております。豆腐屋さんってのはどこでも朝早いもんで、朝暗いうちに起きて一番の豆腐をこしらえて、さあ二番の豆腐にかかろうと石臼につかまってゴロ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 豆をひき始める。表でドドという偉い音がいたしました。何だろう、半分戸が開いているところからこう透かしてみますってと、外は開けてはおりませんが、もうそろそろ開けようかしらという気配でございます。その暗いところで何やら大きな犬が表に置いておいた切らずの桶をひっくり返してむしゃ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 食べて、切らずというのはこれは、こちらではおからとかうの花ってなことを言いますが、あそこでは今でも切らずとこう言うんだそうですね。なんで切らずって言うんでしょうね。豆腐は切るけどおからは切らない。もうそれは切りませんね。いや本当にそうらしいですよ。そうだからだと、あちらの方がおっしゃってましたから、多分そうなんでしょう。この切らずの桶を返して大きな犬がむしゃむしゃしっしっ何とか追いましたが、まるっきり動じない。つい腹が立ってそばにあった薪を持ってポーンと打ちつけると、その場にゴロッと倒れました。この野郎、とんでもねえ野郎だ、もういっぺん脅かしてやろうと思って表へ出てしょいっと見て驚きました。たとえ過ちたりとはいえども、鹿を打ち殺したる者は死罪たるべし、その鹿が死んでる。あっ鹿やと言った途端にもう体が硬くなってね、動かなくなっちゃった。こうなったもん。だいぶ経ってからうちの者が出てきて、お父さんどうしたの、ああ鹿や、うわら大変だ、ちょっとみんな鹿が死んでるから出てきておくれってんでね、さあそれからもう罰金覚悟で叩いたり揺さぶったり、しまいには人工呼吸、いろいろやるんですが、まるっきり効き目がない。これが他の人だったら隣へそーっと持ってっちまうなんてことがあったんでしょう。何しろ正直与兵と言われてるような人ですから、もた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 しているうちに方々のうちでバタ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 起きてくる。与兵のうちの前に鹿が死んでる。あ鹿や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 、この声が役人の耳に入ったから、役人が飛んできて与兵を高手小手に縛り上げて役所へ連れて行きます。
その時の鹿の守役を務めておりましたのが塚原出雲という人で、それともう一人、鹿の飼育係ってんでしょうか、興福寺の伴奏で良然、この二人の連名でもって奈良奉行所へ訴えてます。これこれこういうものが鹿を殺すととんでもないやつだ、厳しく罰してもらいたい。その時の奈良奉行を務めておりましたのが松野河内守という人で、この人は後に江戸北町奉行に栄転をいたしました。大変に調べのうまい、情け深い方だったそうでございます。お知らせの様子はといいますと、これはもう皆様方の方がよくご存知で、テレビやなんかでご覧になってるあれでございますね、この桜吹雪が見えねえかって あんなところをちょっと想像していただければよろしいかと思いますが、後ろにさや型といわれる柄の、ご存知の方はすぐ分かるでしょうが、なんて言うんでしょうかね、雷がぶっちがいに落ちてきたようなといいますか、よーく見てみるってと知能テストの迷い道みたいな、そんな柄の襖でございますね。真ん中にお奉行様、こちらの方には、紅葉に久慈方目安方といったような役人がずらりっと並びます。で、縁花には願い人でございます塚原出雲、興福寺の僧良然、この二人が並びます。で、高いその縁側のすぐ下のところに両側に俗に赤鬼青鬼と言われます、筑波井の同心、これがえばってそっくり返って将棋に腰を下ろして、ただでさえ奉行所なんてところは恐れ多いところでございますから、そこに並ぶ町人、余兵、家族、親戚、それから、町役5人組といったような連中がみんなお知らせの砂利に頭が跡がつくくらいキャーってんで押し付けて、平伏しております。奈良興福寺東門前町、豆腐屋余兵、表を上げ、表を上げ、面上げねえかいってなことを言って怒鳴るのは、これは赤鬼青鬼の役でございます。十手振り上げ、大変に粘ってたそうでございますが、その方何歳に相なる。はい、四十二でございます。その方生まれはいずこじゃ。はい、私は奈良興福寺東門前町。これこれ余兵、その方の住まいではない、その方の生まれはいずこじゃ。はい、私は奈良興福寺東門前町。これこれこれ余兵、その方お上を恐れ同点いたしておるな。奉行はその方の今よ住まいを尋ねておるのではないぞ。その方の生まれ小国はいずれであるか申し上げてみよう。私は奈良興福寺東余兵藩。余兵藩、そないなこと言うたらあかん。お奉行藩はな、お情けであない言ってくだすっとんのんじゃ。たとえ嘘にもおとつい丹波の笹山から出てきた手のことを言いなはる。お奉行様のお慈悲、町内の方のお情け、嬉しくはございますが、私は今まで嘘ちゅうものはこれっぱかりもついたことが、お前おとつい丹波の笹山から出てきた手のことは用意しまへんので、生まれも育ちも爺の代から三代興福寺東門前町で豆腐屋を営んでおります。奈良出生の者に相違ございません。さようか、しからばその方
時折己のしたことがわからんように相なる何か病があるであろう。鼻風邪一つひいたことがございます。さようか。しからば何故もって鹿を撃ち殺したか、それを司祭にお上に向かって申し上げてみよう。はい、元より鹿のこと恨みつらみのあるおはずはござりません。いつものように朝早うに起きて暗いうちに仕事にかかります一番の豆腐をこしらえ、二番の豆腐にかかりますと表でドーというえらい音がいたしました。なんやろう思うてこう半分戸の開いているところから表を透かしてみますと、暗い中に大きな犬がうごめいて表に置いては切らずの桶を返してそれをうまそうにむしゃ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 苦労とります。朝から商売もんを食べられるというのは言の悪いことし、しーっと何度か会うてみましたが一向に居のこうといたしません。つい腹立ち紛れそばにあった割り木を取って打ちつけますと、確かに手応え、近寄り見れば犬にはあらであれなるしか、ののののさんぶ薬本の木屋と懐中、ああこれ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 それは忠臣蔵だ。それは大切な鹿を撃ち殺しましたるとが、どのようなお咎めも覚悟をいたしておりますが、お奉行様にお願いでございます。お慈悲でございます。後に残りました年を取りました母親、それに女房子供には何とぞご憐憫のほど願わしゅう存じます。さようか。いや、その方が親孝行の角で何度かお上からご褒美をいただいておるということもこの奉行の耳に入りおる。暫時控えおれ。これその鹿の死骸をこれへ持て、駒を跳ねてみよ。これは鹿ではない、犬じゃ。毛並みはよく似ておるが、奉行の見るところはこれを犬と見る。しかし奉行一人でそのように申してても始まらん。お、どうじゃその方は、これを何と見る。歯ではない、毛並みはよく似ておるが、奉行はこれを犬と見た。その方は何と見る。ほお、手前も毛並みはよく似ておりますが、これは犬ではなかろうか。うん、さようか。うん、その方はどうじゃ。は、手前もこれは犬であろうかと存じますが、その方はどうじゃ。犬でござりましょう。おお、さようか。しかし役人ばかりが犬じゃ犬じゃと申しても始まらん。これこれ、後ろの方に控えておるその町の者、町人ども前へ来て改めてみよ。あ、犬であるか鹿であるか、あ、改めてみよ。お奉行様、ありがとうございます。もうそら改めて民家で、もうそれは犬に決まっております。改めて見ないものが犬だとわかるか。それはもう、なろうことなら犬に願いたいのでございます。さようなことを申さず前へ出てきて改めて見よ。もう改めて見かなあ。黒部屋さん、次郎部屋さん、ほら犬やな。犬でござる。お奉行様、ほらもう犬に間違いござりません。犬でござります。それが証拠にさっきワンワンと鳴きました。これこれ、たわけたことを申すな。しからば一同も犬と見た。奉行もこれは犬と見る。さて鹿の森役塚原出雲、その方お役目大切と心得。
毛並みの似たる犬をしかと取り違えお上に訴えに及んだるだ。お役目大切と心得た上での間違い、当方において咎めはいたさん。どうじゃ、願書は差し戻すによって願い下げにいたしてはどうじゃ。つかはらいずも申し上げます。手前年来鹿の森役を務めまする者、いかに毛並みが似ておるからといって犬と鹿を見間違えるような、そのような愚かはござりません。今一度お調べを願わしゅう存じます。さようか。しかし願書の趣によると、おじか一頭とある。おじかというには角がのうてはかなわん。これには角がない。それでもその方はこれを鹿と申すか。これはまたお奉行様のお言葉とも存じませんな。鹿というものは春若菜を食し、それがために弱るものか。角を落とします。これを鹿の落とし角、鹿のこぼれ角などと申し、徘徊の手錠賃、この墓籠などにもよく見受けます。角の落ちましたる跡を袋角、あるいは六畳などとも唱え、控え、鹿の落とし角、鹿のこぼれ角、そのようなことを心得んでなら奉行が務まると思うか。たわけ。その方ら、あくまでもこれを鹿と言い張るならば、当調べの前にちとその方らに尋ねてみんければならんことがある。お上には毎年3,000石の餌料というものを鹿に下しおかれる。ところが近頃その餌料を金子に変え、奈良町民に氷を持って貸し付け、役人の憲兵をもって厳しく取り立てる。それがために奈良町民ことのほか難儀をするということもこの奉行の耳に入りおる。百頭内外の鹿に3,000石の餌料とあれば、鹿の腹が満たんければ相ならん。それをろくに餌も与えられず、空腹のあまり長家に入れて切らずの桶などを盗み苦労に違いあるまい。たとえ五神六とはいえど、町人のものを盗み苦労はこれ俗類にして神慮にかなわず、打ち殺しても差し支えないと奉行は心得るが、その方あくまでもこれを鹿と言い張るならば、当取り調べは後回しにいたし、鹿の餌料横領から取り調べ使わそうか。どうじゃ、どうじゃ。いや、それはいかにも、いや実に実に何じゃ。いや実にそのであるということは、つまりこうであるからそうであって、そうであるものはこうでない。何を思わせてであるから、お役目大切と心得訴え出たるものなれば、当方において咎めはいたさんと申しておる。いまいっぺん尋ねる。性根を据えて返答いたせ。これは犬か。鹿か。犬か鹿か。犬しか鳥かと。恐れ入りましてございます。我ら両名粗骨のいたり、
毛並みの似ましたる犬を鹿と取り違え、お訴えに及びましたるだん。お役目大切と心得た上での過ち、何とぞお許しのほど願わしゅう存じます。うん。しからばその方はこれを鹿ではない犬だと申すのじゃな。ぎょい。確かに犬か。間違いなく犬。さようか。しかしよく見ると角の落ちたような跡もある。それはここのところにできた出来物の跡かと存じます。よく受けたまわり。鹿というものは春若菜を食し、それがために角を落とす。鹿の落とし角、鹿のこぼれ角などと申し、徘徊の手錠賃、この墓子などにも見受ける。それでもその方はこれを犬と申すのじゃな。犬に相違ござりません。さようか。犬であればその方らに用はない。元帥は差し戻す。下がれ下がれ。さて一同の者、これにて調べは相済んだ。犬を殺したる者に咎はない。一同立て立て立て。立ちませ。これ待て。よけ待て。こちらへ参れ。その方四十二と申したな。はい。四十二といえばまだまだ追い込む年ではないぞ。これからも老母妻子を大切に商売に励め。よいな。いかに朝が早い商売とて、犬と鹿を見間違えるようなことがあってはならんぞ。今度も犬であったからよかったようなもの、鹿であったら何といたぞ。その方商売豆腐屋じゃの。これから先はそういうことのないように、油げなくうまくやれ。今日は切らずにやるぞ。豆で帰れます。